日本の風習文化に照らしたときにその骨を廊下に積んどくというのはあのややあいかがなものかと思いますの、ね、でそれも含めてちょっと調べててまた答えささせてください新国立競技場の建設に向けた準備工事では江戸時代に埋葬された人骨187体が発見されるなど都内では近年人骨が大量に発見されていて引き取り先の博物館は 廊下に人骨が山積みになるなど保管場所に苦慮していますここの10年間ぐらいでそのオリンピックがあるとか、まあ、大規模開発が行われるということで急速にそのあのこういう人骨が集まり始めてしまいましてですからまあそれにちょっと対応しきれなくなっている部分があるというのは確かです専門家らは当時の生活を知る上で重要な研究対象として保管場所の確保を求めています